公共曲第3番、神聖な歌作品43は、アレクサンドル・スクラービンの中期に位置する還元楽曲。1904年頃に発表された。ピッコロ1、フルート3、オーボエ3、イングリッシュホルン、クラリネット3、バスクラリネット、ファゴット3、コントラファゴット、ホルン8、トランペット5、トロンボーン3、チューバ、ティンパニ、ハープニ、第1、 第2バイオリン角16、ビオラ12、チェロ12、コントラバス847分以下の3つの学章からなり、それぞれにフランス語で題名が付されている。ルト、アレグロベロプッチス、レント10ディビン、アレグロ3つの学章は互いに連結されている。また、第1学章は、主部に先立ち助走が設けられている。この助走では、トロンボーンを主とする低音域に、 モットーとなる強烈な主楽層が登場して、それに競争のトランペットが応答したところで、第一バイオリンと木管楽器が参入する。第一楽章は、主楽層の変形がバイオリンに登場し、それが低音に引き継がれて、次第にクライマックスを築き上げていく。それが消え去ると、弱音器をつけた弦楽器に賛美歌調の主題が登場する。続いて、 木管楽器とバイオリンが低音の伴奏に合わせて第二の旋律を歌い出すと、今度は長いトレモロに乗ってドレスデンアーメンを連想させる主題が登場し、トランペットが充実した伴奏に合わせていくつもの主題を原型で示す。再現部の後で激しい伴奏に合わせてホルンとバイオリンに主楽奏が戻ってくる。第一楽章の締めくくりは激しいが徐々に減衰し、 休みなく、第二楽章に突入する。緩やかで完美な旋律は、まず木管楽器とホルンに現れ、後に弦楽器に移ると、トランペットが先行楽章の信号音を繰り返す。この旋律は、次第に情熱的になっていくが、ホルンの力強いパッセージに打ち破られる。最終的に、ホルンのパッセージは喜ばしげな調子を帯びてきて、低音が、 トランペットの信号音を展開させて響かせるうちフィナーレに至る。弦楽器のキビキビしたリズムに合わせてトランペットが信号音の変装を響かせる。木管楽器とホルンによる和音伴奏に乗って第2の旋律が覚えとチェロに登場するがいきなり最初の旋律が戻ってきて中断される。展開部の後でホルンのエピソードと展開された信号音が戻ってくる。 学章終士になるまでに、第一学章の主学層が復帰し、ユニゾンによる信号音に合わせて余韻を持って集結を迎える。集結部は指揮者によって変更が加えられる場合があり、最後までオルガンなどを長く伸ばすやり方がある。ミハエル・ギーレンが1975年に南西ドイツ放送公共楽団と録音した音盤は最終和音が聞こえないということで話題を呼んだ。 シュトットガルト放送公共楽団を指揮したユーリー・アーロノビチ指揮の演奏会では、最後のワ音ンでオルガン奏者が混乱して、みんなと一緒に追われなくて残り、その後アンコールとして集結部だけやり直すはめになった。指揮者がウィーン公共楽団以来コントラバスなどを10人以上要求するので、シュトットガルトだけでは足りなくて、 バーデン・バーデンからの多数のエキストラが加わって演奏したためである。神聖な歌は1905年にレフ・コニュスがピアノ4手用に編曲を行っている。レオニード・サバネー F はこの公共曲はオーケストラで上演するよりもピアノで演奏した時の方がわかりやすいと述べており、セルゲータ・ネーフのある文化生の次のような発言を引用した。 スクラービン本人がこの公共曲をピアノで弾いた時にどんな風に響いたかを聞き取らなければなりません。スクラービンはこの曲をピアノのための詩曲の一種であるかのように扱ったのです。その印象は忘れがたく、オーケストラによる演奏にも勝って聞こえました。ハットレオニード・ソバネフ、エリン・ネルンゲン・アン・アレクサンドル・スクレジャビン、バーラグエルンスト・クーン1925、 2005 ISBN3 から928864から21から1ありがとうございます。